おぞす。マックをウーバーしました。これが僕はナゲットとともにマックの製品で、好きランキング上位に入るハッシュポテトです。ビッグブレックファストってやつですね。中はこんな感じです。作業やります。はい、記事投稿しました。はい、ということで、本日ねちょっとある場所に友達と行くことに昨日決めまして、早速ですね、まあ向かっていきたいと思います。はい、着きました。箱根湯本です。あっぽい、あれだね。これよく見るやつやろ。無表やん。でっけえやんけ。あ、エヴァのあれっぽいやん。発車のやつや。なんかあれみたいだね。千と千尋のこれだけここの部分。おお、景色はなんか景色がいいって書いてあって。駐車場です。ベランダ怖っ。めちゃめちゃいいね。こんな感じです。はい、ということでお風呂も入りまして、いっぱいやりたいと思います。箱根ビール、はい、お疲れです。あー、久々ビール飲んだな。あ、でも飲むわ。眉泡がいいね。あ、残骸だ。はい、帰ってきました。非常にリラックスしていい2日間、まあ、1泊、過ごせましたんで、またね、まあ、この時間から頑張っていきたいと思います。おはようございます。ああ、結局ね12時ぐらいなんですけれども、見ますか、結局朝起きたんですけど9時ぐらいに、まあ、それでも遅かったんですけどね、そこからちょっと YouTube 見たりしてダラダラしてしまいました。まあしゃあないですね。ちょっとね寝不足だったんでがっつりちょっと見ましたけど、
まあ、この後ちょっと飯食いに行って、午後ちょっと作業やっていきたいと思います。いやちょっと最近お金使いすぎですけど、目についたものは何でも買ってしまいます。はい、記事更新しました。はい、動画を公開しました。はい、ということでちょっともう夜なんですけれどもね、ちょっとあの動画モチベーションが上がってちょっとスライドを作ってたんで、この後ちょっと動画を撮影していきたいと思います。はい、ということでちょっと今何やってたかって言いますと、これまでその私の動画のタイトルですね、あの非常にシンプルな、まあ、まだいっぱいあるんですけど、この習慣化サラリーマンのなんたらかんたらっていうのを基本的に全部のタイトルにしてたんですけれども、これだとちょっと検索に引っかかりにくいのかなと思って、サムネを見て、まあ、その週あった一番印象的なことをですね、あのタイトルにこれいうふうに久々の焼肉に行って優勝する男の平日ルーティンみたいな感じでちょっとタイトルをちょこちょこ変えていってるんで、これでちょっと再生数がどうなるかいきたいと思います。はい、ということで4連休以上になりますけれども、まあ非常にね、充実した4連休だったかなというようなところで、やっぱり普段ね、まあ、あんまり最近旅行行くこともなくね、バリバリ作業してたんですけど、ちょっと緩みがちだったところなんですけど、やっぱり思いっきり気分転換して作業のことを忘れて遊んで戻ってくると、やっぱりなんですか、またモチベーションが結構戻ってきて、まあ、書籍も出しましたし、いろいろと結構作業できたんで、まあ、たまにはねやっぱりこういう気分転換も必要なんだなと改めて思わされましたんで、またね、まあ、お盆もありますんで、しっかりと気分転換しながら頑張っていきたいと思います。ということで、また明日から暑いですけど頑張っていきましょう。ではでは。